バウンティの中身バウンティのペースとバウンティは、米国のマース社が国際的に販売しているスナックバーである。1951年にイギリスとカナダで登場し、当初はミルクチョコレートでコーティングされたもののみ販売された。ココナッツをミルクチョコレート、またはダークチョコレートで包んだ菓子で1袋に2つずつ入っている。2006年からオーストラリアでチェリー味が登場。 本来は限定販売だったが2013年に再発売された。他の限定版としてはマンゴー味がヨーロッパで2004年から2005年、ロシアとウクライナで2010年に販売されている。アメリカ合衆国ではザハーシーカンパニーのマウンズというよく似た商品がありバウンティーの市場の対象にはなっていないが多くのスーパーマーケットなどにある輸入品コーナーで見つけることができる。 テレビコマーシャルでは、ココヤシの木とトコナツのビーチを主に用い、ドミニカ共和国のサオナ島が撮影に使用された。主に販売されているのはヨーロッパ地域、またはタイ、インドネシアなどの東南アジアであり、日本ではスニッカーズやミルキーウェイのように流通していない、輸入雑貨店やインターネット通販などで購入が可能。ありがとうございます。